指を少し広げると手が生き生きしやすくなります。はい、夏森勝です。今回は手のモデリング方法を解説します。ここでは手のモデリング方法を語っていき、さまざまなコツやどういったことに気をつければいいのかをモデリングしながら話していくという内容です。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。では早速手をモデリングしていきましょう。最初は指をモデリングしていきます。まずはオブジェクトモードにしましょう。初期に配置されております立方体やライトなどは A キーで全て選択し、デリートキーで削除します。次に Shift A を押して円柱を追加します。下にメニューが表示されますのでクリックします。ここの頂点数を8と入力し、蓋のフィルタイプをなしにしましょう。すると上下の面が開いた状態の円柱が作成されます。次に点キーの1を押してカメラを正面にしましょう。円柱を選択した後、右のサイドバーからアイテムを選択。サイドバーがない場合はよく見ますと矢印のようなアイコンがありますので、これをクリックしますとサイドバーが表示されるようになります。トランスフォームから寸法の Z が2メートルになっていますので8と入力しましょう。すると Z 軸方向に8メートル伸ばすことができました。スケールの通知が変わりましたので、これをデフォルトに戻しましょう。円柱を選択しコントロール A を押して全トランスフォームを選びますと、スケールをすべて1に戻すことができました。この円柱が指の土台となります。ちなみにデフォルトでは1メートル単位で設定されていますので、ものすごく大きな指になっていますが、後で大きさは変えられるのと、むしろ手は最初に大きくモデリングした方が爪など細部のモデリングがしやすいので、気にせず大きくモデリングしましょう。またなぜ8にしたかと言いますと、ループカットをするときバランスよく分割されるというのが理由で、この長さにしています。これに関しては正直好みの問題ですので、もっと指を短くしたい、長くしたいのであれば各自好きな長さにするといいと思います。ここではこの長さで解説していきます。次は指にミラーをかけて左右対称にモデリングできるようにしましょう。ここではオートミラーというアドオンを使ってミラーをしていきましょう。これはワンボタンでミラーができるアドオンで、かなり重宝するアドオンの一つですので、ぜひ有効化をおすすめします。編集からプリファレンスを選択し、中にあるアドオンを選びます。上のメニューからオートと入力しますとオートミラーがあるかと思いますので、チェックを入れて有効化します。終わりましたら左下のメニューからプリファレンスを保存して閉じます。オブジェクトモードにし指を選択します。サイドバーの編集を見ますとオートミラーというのが表示されれば有効化に成功しています。ここのオートミラーボタンをクリックしますと指がミラー化されます。これで左右対称に編集することができました。そしたら指の先を面で埋めていきましょう。編集モードにし指先の頂点をシフト・オルト・左クリックでいっぺんに選択します。ピボットポイントが中点になっていることを確認します。 E キーを押した後 S キーを押してマウスを動かしますと指の真ん中へと押し出すことができます。真ん中へ少し押し出しましたら左クリックで決定します。モディファイアのミラーからクリッピングにチェックが入っていることを確認しましょう。これにチェックが入っていれば頂点がミラーの反対側に行ってもはみ出されず頂点がくっつくようになります。押し出された頂点を選択し M キーを押して中心2でマージしましょう。すると頂点を一つに束ねることができます。一つに束ねたこの頂点をミラー側へと移動させましょう。頂点を選び G キーから X キーを押しますと X 軸方向のみ動かすことができますので反対側へと移動させます。これでぴったりくっつくかと思います。そしたらこの束ねた頂点を選択した状態で点キーの1キーを押してカメラを正面にしましょう。G キーを押した後 Z キーを押すと Z 軸方向のみ移動させることができますので上へ少し移動させます。このくらいですね。
これで指先が完成しました。次はループカットをして分割していきましょう。編集モードに移り、円柱にカーソルを置きます。コントロール R を押すと黄色い辺が生じされますので、ホイールを上に動かすと2つに分割されます。左クリックを押すと決定され、マウスを動かすと位置が決められます。ここではデフォルトの位置にループカットしたいので、右クリックを押しましょう。これで2つの辺を作成することができました。この2つの辺は、後に指の関節となる部分です。辺が1つだけですと、指を曲げたときうまく曲がりませんので、辺をベベルで増やしましょう。数字の2を押して、辺選択モードに変えます。ループカットで増やした2つの辺を Shift Alt で選択し、Ctrl B を押した後、マウスを左右に動かすと、このように辺を増やすことができます。ホイールで分割することができますが、ここでは2つにしたいので、少しだけ間を空けたら、そのまま左クリックで決定します。これで関節ができました。さらに爪側にもループカットを入れましょう。Ctrl R を押して、左クリックした後に右クリックで決定。この指先に爪が挿入されるという仕組みです。それでは爪を製作しましょう。数字の3を押して面選択モードに変えます。爪となる面を選択した後、I キーを押しますと面を挿入することができます。マウスを動かし、差し込んだ面の周辺にほんの少しだけ空間を作りましたら、左クリックで決定します。このままですと爪が分裂してしまいますので、下のメニューから境界のチェックを外します。するとミラー側にも面がくっつくようになりました。次に点キーの3を押してカメラを真横にします。爪を面で選択した後、E キーを押した後に Y キーで Y 軸方向のみに少しだけ押し出します。終わりましたら左クリックで決定します。これで爪ができました。このままですと爪に見えませんので、より爪に見えるようにモデリングしていきましょう。ここからはサブディビジョンサーフェスをオンオフしながら爪をモデリングしていく作業となります。これをすることで、今自分がどの頂点を動かしていて、それを動かすことでどう爪が作られていくかがよくわかります。モディファイアプロパティを選択し、モディファイアを追加からサブディビジョンサーフェスを追加しますと、指が細分化されます。サブディビの項目を見ますと、4つのボタンがありますが、右から2番目のリアルタイムを押しますと、サブディビの効果をオフにできます。このままですと爪の根元部分が飛び出て不自然なので、これをへこませてあげましょう。数字の1を押して頂点選択モードにします。爪の根元部分の頂点4つをシフトで選択します。次に指先の頂点をシフトオルトで選択しますと、辺がいっぺんに選択できます。G キーを押した後に Z を押しまして、下の方へ少し移動させます。この辺りですね。爪の根元は皮膚で覆われていますので、これを再現しましょう。爪の根元となる2つの頂点をシフトで選択し、 G キーを押した後に Y キーを押して奥へ押し出します。左クリックで決定しましたら、もう一度 G キーを押して、今度は Z キーで下へ移動させましょう。こんな感じですね。そしたらサブディビをオンにして確認しましょう。爪のような形状になっていましたら成功です。ここからはサブディビをオンにした状態でモデリングしていこうと思います。爪の先が短いので長くしましょう。爪の先の2つの頂点をシフトで選択し、 G キーを押した後に Z キーを押して上へ移動させます。これで爪の完成です。ここからはより指に見えるように形を整えていきます。点キーの3を押して指を真横から見ます。指の肉を表現するために関節と関節の間にコントロール R で辺を追加しましょう。基本的に指というのは横から見ますと指の腹が膨らんでいますので、ここをポコッと膨らませましょう。3つの腹をシフトで選択します。G キーを押して Y キーで移動させ膨らませます。
また関節部分は少しだけへこんでいますので、関節の下にある頂点4つをシフトで選択、 G キーを押して Y キーで内側へ移動させます。肉は膨らませて関節はへこませるというのがコツです。ただあまりデコボコしすぎるとデフォルメがかかっているような指になってしまいますので、ほんの少しだけで大丈夫です。次は指先をシュッと細くしていきましょう。指先の頂点と下の頂点3つをシフトで選択、 G キーを押した後に Y キーを押して内側へと少し移動させます。このくらいですね。次は指先の腹の頂点2つをシフトで選択、 G キーを押した後に Z を押して上へ移動させます。辺がかくついていますので、G キーからの Z キーで斜めになるように修正しましょう。これで一旦完了にしましょう。10キーの1を押して真正面にします。指先が少し太いので外側の頂点を内側に移動させましょう。こちらは G キーを押した後に X キーを押して動かしましょう。一旦遠くから見て指全体を確認しましょう。形に納得がいかない場合はもう一度カメラを固定して頂点を G キーで動かして調整しましょう。ちなみにこの一旦遠くから見るというのはモデリング作業ではすごく大事です。集中してモデリングしているとどうしても細かいところに目がいってしまい、全体のバランスを忘れてしまいがちです。なので近くで集中的にモデリングしたら、一旦遠くから見てバランスを取るを繰り返しながらモデリング作業することをお勧めします。ここで可愛らしい指にするコツをお伝えします。それは指を少し反らすことと三角形を意識することです。10キーの3を押して真横にします。右上のメニューに透過表示の切り替えというのがありますので、クリックしてオンにします。するとメッシュが透過されました。これをすることで反対側の頂点や埋もれた頂点をまとめて選択できるようになります。 B キーを押してボックス選択します。左ドラッグをするとボックス選択範囲が決められますので、指先を囲むように選択しましょう。次に R を押した後に X と押して指先を反らすように変形していきます。さらに G キーを押して移動させましょう。このくらいですね。このように指先を少し反らすと可愛らしい指を作ることができます。また指の付け根あたりをやや膨らませて三角形のような形状にすると、より指の形状に近づけることができます。以上が可愛らしい指にする2つのコツでした。終わりました。これで指は完成となります。区切りがいいのでコントロール S で保存し名前を付けましょう。次にこれをもとに5本の指を制作していきます。オブジェクトモードにし、指のミラーは適用しましょう。適用しましたら10キーの1を押してカメラを正面にします。編集モードにし、指を A キーで全て選択し Shift D で複製します。中指を人差し指よりやや上に置いて、もう一度 Shift D で複製し薬指を配置、またShift D で小指をやや下の方へ配置します。そして Shift D で親指にも配置しましょう。親指の位置ですが、親指の先が人差し指の第二関節と第三関節の間あたりに来るように配置するといいと思います。また4本の指は曲線を描くように配置すると手っぽくなっていいと思います。そしてそれぞれの指の長さを調整しましょう。基本的に中指は指の中で一番長いので長くしていきましょう。まずは10キーの1を押してカメラを正面にします。次に第一関節を含めた指先を選択したいので、右上の透過表示をオンにし B キーを押してボックス選択します。 G キーを押して Z キーで軸固定して上へ移動させましょう。中指はほんの少しだけ上に持っていきましょう。そしたら次は小指を編集しましょう。小指は指の中で一番小さいので大きさを変えましょう。 B キーで小指も
囲むように選択しましょう。選択しましたら S キーを押した後にマウスを左右に動かすと大きさを変えられますので、少しだけ小さくなるように調整します。こんな感じですね。小指の先が薬指の第一関節くらいに来ればちょうどいい位置かと思います。次は親指に行きましょう。親指は他の4本指と違って正面ではなく斜めや横を向いていますので、この特徴を押さえたいと思います。先ほどと同じように透過表示をオンにした状態で B キーで親指を選択します。 R を押した後に Z90 と入力しますと Z 軸に90度回転させることができます。さらに R を押して X-25 と入力しますと下を向くようになり、親指に動きができます。3キーを押してカメラを真横にし、G キーからの Y キーで親指を動かして調整します。親指の付け根が長いので外側をシフトオルトで選択し、デリートキーで頂点を削除しましょう。ここからは手に動きを作っていこうと思います。それは指を少し広げることと曲線に配置することです。まず指を広げることから始めましょう。このままですと機械的な手に見えてしまいますので、ほんの少し傾かせることで人間のような手に見せるということです。点キーの1を押してカメラを正面にし、透過表示の切り替えをオンにします。 B キーでボックス選択し、中指を基準に指が周りへと広がるように R キーで傾かせていきましょう。こんな感じですね。次は点キーの7を押してカメラを真上にします。ここは曲線に配置することを意識しましょう。人間の体というのは曲線でできていますので、この指もそれに合わせて配置するという感じです。こちらも中指を基準に B キーでボックス選択、 G キーで移動し、曲線を描くように指を配置しましょう。こんな感じですね。以上が手を生き生きとさせるコツでした。このコツは完全に好みの問題で、人によっては指はまっすぐの方がいいかもしれませんので、こういうやり方もあるんだな程度に覚えてもらえたらと思います。ではこの指5本をもとに、いよいよ手のひら、手の甲、手首などをモデリングしていきます。最初は指の間の水かきを面で貼っていきましょう。右上の透過表示を切り替えをオンにします。手前にあります指と指の間の頂点4つをシフトで選択し、 F キーを押しますと面を埋めることができます。次に奥の頂点4つをシフトで選択、こちらも F キーを押して面を埋めます。終わりましたら次の指の間もやっていきます。手前にある頂点4つをシフトで選択、 F キーを押して面を埋めます。奥の4つの頂点をシフトで選択、 F キーで面を埋めます。さらに同じことをもう一つの方にもやっていきます。水かきの面が貼り終わりましたら、次はこの3つに辺を追加しましょう。水かきにカーソルを置いてコントロール R を押します。左クリックした後右クリックで決定します。同じことを他の水かきにもやっていきます。この水かきに辺を追加するのは実は結構大事で、ここに辺がありませんと指を曲げるときメッシュがおかしくなりやすいからです。なので辺を一つ追加して指を曲げやすくしましょう。追加が終わりましたら数字の2を押して辺選択モードにし、追加した辺3つをシフトオルトで選択、 G キーを押して Z キーで軸固定、下へ少しだけ下げましょう。こんな感じですね。これで水かき部分は完成です。さて
ここから面を張っていき、第三関節をモデリングする作業となります。第三関節は曲がる箇所ですので、手の甲側の頂点を増やし、逆に手のひら側は柔らかさを表現するために頂点数をあえて減らしていきます。まずは数字の1を押して頂点選択モードにします。手の甲側の指の頂点3つをそれぞれシフトで選択しましょう。今度は手のひら側の指の頂点を1つのみシフトで選択します。終わりましたら、テンキーの1を押してカメラを正面にし、 E キーからの Z キーで軸固定、下側にほんの少しだけ移動します。このあたりですね。次に水かき周りの頂点を F キーで埋めていきます。まずは手の甲側です。水かきの頂点と指の頂点2つの3つをシフトで選択します。そして F キーで面を埋めていきます。同じことを反対側にもやっていきます。そしたら下側の頂点もシフトで選択し、三角形になるように F キーで面を張っていきます。こんな感じですね。同じことを隣の指の間にもやっていきます。3つの頂点をシフトで選択し、 F キーで面を張る。指と指の間に3つの三角形を作る感じです。終わりましたら、次は手のひら側へと移ります。こちらは指の下に頂点が1つだけ飛び出ていますので、この頂点と3つの頂点をシフトで選択し、四角形になるように F キーで面を張りましょう。同じことを他の指にもやっていきます。頂点をシフトで選択し、 F キーで面を張っていき、四角形にしていきましょう。四角形にしましたら、下側に3つの頂点がありますので、これをシフトで選択し、 F キーで面を張って三角形にします。これで手のひら側は終了です。人差し指と小指の外側に隙間がありますので、埋めていきましょう。2つの頂点をシフトで選択し、 E キーを押した後に Z キーで軸固定し、下へ移動させて左クリックで決定。左右に隙間ができましたので、4つの頂点をシフトで選択し、 F キーで面を張っていきましょう。反対側にも同じことをやっていきます。そしたら下の辺をシフトオルトで選択した後、 E キーからの Z キーで下へと押し出します。この部分が第三関節となります。さらに横にコントロール R で辺を追加します。シフトオルトで追加した辺と下の辺を選択し、 S キーでほんの少しだけ膨らませます。すると少し手の形状に近づけることができるかと思います。次は人差し指と親指の間を F キーで埋めましょう。頂点4つをシフトで選択し、 F キーで面を埋めます。反対側にも同じことをやっていきます。こんな感じですね。ここで大事なのは、このように辺をシフトオルトで選択したとき、手袋の縫い目のように辺がつながっていることです。これは後にシームを入れて UV 展開するためですので、ここはしっかりつながるようにしましょう。次に第三関節の裏側をモデリングしていきます。まずは第三関節の頂点をシフトで選択します。コントロールシフト B を押しますと、頂点ベベルを追加することができます。ホイールを動かすと頂点数が決められますので、ここでは1つだけ追加しましたら左クリックで決定します。すると
ベベルのメニューが表示されますので、シェイプの値を0にしてベベルを四角くしましょう。現在頂点が斜めになっていますので、これを四角くしましょう。真ん中の頂点を選択し、デリートキーで頂点を選び削除します。次にシフトオルトで周辺の頂点8つを選択します。上のメニューにあります面を選び、グリッドフィルを選びますと面を埋めることができました。下のメニューのスパンやオフセットから形を変えられますので、四角くなるように調整しましょう。周辺が六角形になっていますので、これを四角形にしましょう。つなぎたい頂点2つをシフトで選択した後、J キーを押しますとつなげることができました。この J キーを使ってどんどんつなげていきましょう。同じことを他の第三関節にもやっていきます。シフトで8つの頂点を選択し、上のメニューにある面からグリッドフィル、六角形になっている面を J キーでつなげて四角形にしていきます。これで第三関節ができました。親指と人差し指にも水かき周りを F キーで埋めていきましょう。まずは間に辺を追加しましょう。次に親指の頂点と人差し指の頂点をシフトで選択し、 E キーからの Z キーで下へ移動させます。 S キーを押してほんの少し内側へ移動させましょう。4つの頂点をシフトで選択し、 F キーで面を張ります。下の頂点3つもシフトで選択、 F キーで面張りします。こんな感じですね。では手のひらと手の甲をモデリングしていきます。最初は天キーの1を押してカメラを正面にした後、下側の頂点をシフトオルトでいっぺんに選択します。次にE キーからの Z キーで下へ少しだけ押し出します。手の甲側には筋がありますので、これを表現しましょう。3つの頂点をシフトで選択します。次に M キーを押して中心2を選んで1つに束ねます。これを他の指にもやっていきます。3つの頂点をシフトで選択、 M キーを押して中心2を選んで束ねていきます。親指側は斜めになっていますので、少しだけ G キーで調整するといいです。手のひら側の頂点に余分な四角形ができていますので、2つ頂点を選択し、 M キーからの中心2で結合しましょう。終わりましたらまた下側をシフトオルトでいっぺんに選択、 E キーからのZキーで手首へと押し出しましょう。ちなみに指先から指の付け根、指の付け根から手首までの長さは1対1くらいがちょうどいいと言われていますので、この1対1を意識しながら押し出しましょう。次は S キーで少しだけ小さくし、手首の位置に来るように G キーで調整します。ここは自分の手を観察しながらどこに手首が来るかを調整します。だいたいこの辺りですね。頂点を揃えたいので S キーを押した後に Z キーを押して0と入力し、 Z 軸に揃えましょう。真ん中の辺をやや下に下げたいので、シフトオルトで辺を選択し、 G キーを2回押しましょう。すると辺に沿って頂点が移動できますので、下へ少し移動させましょう。このくらいですね。さて大まかな形はできましたが、まだ手というには形がいびつなのと、体へ連結するには断面の頂点数が多すぎますので、修正していきましょう。まずは手のひらの頂点3つを結合しましょう。頂点3つをシフトで選択した後、 M キーを押して中心2を選んで結合します。下の方も同じく M キーで結合しましょう。
親指の向きがやや不自然ですので修正します。根元の頂点をシフトオルトで選択し、親指をボックス選択します。そして次にテンキーの7を押して真上から見ます。 R キーからの Y キーで10と入力して終わりです。ちなみにこの親指の位置は大まかな位置ですので、後で向きを変えたりして修正します。手というのは実は結構分厚くて、このままですと細長すぎて不自然に見えてしまいます。なのでこれを厚くしていきましょう。手の下側をコントロール R でループカットします。次に母指球を表現したいので、下側の頂点2つを上に上げて F キーで面を張ります。膨らませたいので G キーを押して Y キーや Z キーで調整しましょう。ここは各自自分の手を見ながら調整するといいです。ちなみにサブディビジョンサーフェスの4つのボタンの一番左のケージデーを押しますと、編集ケージがモディファイアの結果に合わせてくれますので、これをオンにしながら作業するとやりやすいです。親指も実際に手を観察しながら修正していきます。ここからはひたすら自分の手を見ながらの修正作業です。 G キーで頂点を動かして調整、モデルを遠くから見ながら修正します。テンキーの1を押した後に9を押すと手のひら側も見ることができますので、手の甲と手のひらを同時に観察しながら作業しましょう。親指と親指の付け根は別々に考えるといいです。親指の付け根は結構分厚いので、この厚さを表現していくといいです。とりあえずここで終わりにしましょう。断面の頂点をさらに少なくしましょう。まずは親指の外側からいきましょう。外側の頂点2つをシフトで選択し、 G キーを2回押して上へ少し移動させます。次に下に空間ができますので、4つの頂点をシフトで選択し、 F キーで面を埋めましょう。終わりましたら小指の外側も同じことをしましょう。外側の頂点2つをシフトで選択し、 G キーを2回押して上へ少し移動、4つの頂点をシフトで選択し、 F キーで面を埋めます。これで断面の頂点が8つになったかと思います。右上のメニューにありますオーバーレイから統計というのがありますので、これにチェックします。すると左上にモデルの頂点数などが表示されるようになります。手首の頂点をシフトオルトで選びますと、8という数字が表示されれば大丈夫です。もし体の方も8の頂点数であれば、手の頂点数と合うので連結がしやすくなります。ついでに手首も E キーで押し出しモデリングしましょう。オブジェクトモードから右クリック、スムーズシェードをかけることで面を滑らかにすることができますので、ここからさらにブラッシュアップしていきます。指は正面から見ますと関節は膨らんでいて、肉部分は少しへこんでいます。横から見た時は肉が膨らんでいて関節はへこんでいると言いましたが、正面からの場合は真逆ですので、ここは注意しましょう。
完成しました。以上が手のモデリング方法でした。ここまでお疲れ様でした。一旦休憩を挟みましょう。次は手を UV 展開していきます。UV 展開とはモデルにシームという切れ目を入れて 2D に展開していく作業のことです。そしてどこにシームを入れればいいかと言いますと、それは手を表と裏で分けられる箇所で、手袋の縫い目をイメージしながらシームを入れる感じです。ここでは手にシームを入れて UV 展開、図を揃える作業をしていきます。シームを入れる前に手を90度回転させましょう。オブジェクトモードにし、手を選択、R キーを押して、X キーで X 軸固定し、-90と数字を入力し、横にします。では、シームを入れる箇所となる辺を実際に選択してみましょう。編集モードにした後、数字の2を押して、辺選択モードにします。次に、先ほど言いました手を表と裏で分けられる箇所をオルトで選択しますと、このように選択されました。他の辺も手袋の縫い目をイメージしながらシフトオルトで選択します。次に爪にシームを入れましょう。爪は爪と皮膚で分けられる箇所がシームを入れるポイントとなります。透過表示を切り替えをオンにし、7キーでカメラを真上にし、爪と皮膚の間の辺をシフトオルトで選択します。爪にシームを入れることでマニキュアの表現ができますので、自分の好きなようにペイントしてみるといいです。そして上のメニューにあります辺からシームをマークをクリックします。すると辺が赤く表示されました。これでシームを入れることができました。消したい場合は辺からシームをクリアを選びましょう。このように手を UV 展開するときは手袋の縫い目をイメージしながら入れてみるといいです。終わりましたら上のタブから UV エディターに移ります。右は 3D 画面で、左の画面に UV 図が表示されます。右の 3D 画面でオブジェクトモードにし、モディファイアの細分化を適用。次に手を編集モードにし、A キーで手のメッシュをすべて選択。U を押して展開を押します。すると左の画面に手の UV 図が表示されました。次に UV 図を揃いましょう。手の表と裏を大きく取って、5つの爪はどの指の爪か分かるように並べていきましょう。3D ビューから爪にカーソルを置き、L キーで選択します。下にメニューが出てきますので、シームをオンにします。すると、シームが入っているメッシュを基準に選択することができるようになりました。また、3D ビューで A キーでメッシュを選ぶと、すべての UV 図が表示されるようになります。この2つを使いながら UV 図を揃えていきます。 UV エディターの操作も 3D ビューとあまり変わりません。 G キーで移動、 R キーで回転、 S キーで大きさ調整、数値入力でさらに細かな配置ができます。 UV の回転などがうまくいかない場合はピボットポイントをそれぞれの原点にしましょう。 UV 図の揃い方には正解はありません。基本的に細かいテクスチャを見せたいのであれば図を大きくする、逆にそこまで重要ではない箇所は小さくするというポイントを押さえておけばいいと思います。ちなみに4キーを押すと UV 選択モードになりまして、 UV エディター上で UV 図をいっぺんに選択できるようになりますので、作業効率アップのために覚えておくといいです。終わりました。以上が手の UV 展開でした。次はテクスチャーペイントです。上のタブからテクスチャーペイントタブをクリック。右のメニューにあります
プラスボタンをクリック、ベースカラーを選びます。名前は手にし、サイズは 2048×2048 にして決定。左のリンクする画像を閲覧から、先ほど生成しました画像を選択。レンダープロパティのカラーマネジメントからビュー変換を標準に変更。シェーディングタブをクリックし、プリンシプル BSDF を削除し、画像テクスチャーのみを接続。これでペイントすることができます。手のテクスチャーの作り方は人によって様々ですが、ここでは必要最小限の可愛らしい手のテクスチャーを描いていこうと思います。ではどのくらいが必要最小限かと言いますと、それは指と指の間の影、手のひらの影、筋の影、指先の赤です。主にこの4つを描ければ可愛らしい手にできるかと思います。それでは実際にペイントしていきましょう。まずは肌をペイントしましょう。カラーピッカーから肌の色を選びます。この色選びですが、もしキャラクターモデリングをする際、あらかじめ肌の色、影の色など色の指定表を作った方がいいと思います。そうすればそこから色をスポイトすればいいので、色の選択を間違わずに済み、作業効率がアップします。肌の色はカラーパレットを新規作成し、プラスボタンを押して保存します。そして左のメニューからフィルを選び、先ほどカラーパレットに追加しました色を指定し、色を肌一色にします。次は肌の影をカラーピッカーから作り、カラーパレットに保存しましょう。それでは指と指の間に影を入れていきます。左のメニューからドローを選択、ブラシの減衰をスムーズにし影を入れていきます。ここは指によって光が遮られますので影を塗っていきます。こんな感じですね。次はぼかしていきます。左のメニューからぼかしにして、右のサイドバーのツールからカーネル半径を5ぐらいにして、 2D 画面から境界をぼかしていきます。シームの切れ目が見えてしまっていますので、 3D の画面からぼかしていき、切れ目を目立たせなくしましょう。ここまでにしましょう。次は手のひらに少しだけ影を塗っていきます。強さを少し下げて描いていきましょう。影の境界をなじませるために、さらに強さを下げて塗っていき、ぼかしを使っていきましょう。手の影はあると立体感が表現できますが、あまり描き込みすぎると日焼けしたような手に見えてしまいますので、入れるとしても目立たない程度にしましょう。もしがっつり影を入れたい場合、袖の長い服を着ているなど確実に影が入る理由があれば問題ございません。手の筋も描いていきます。ぼかしや墨やなどを駆使しましょう。次は指先に赤を塗りましょう。
よく指先にピンク寄りの赤を描くイラストが多いのですが、これは人体の構造上、指先に血液が集まるからです。そしてこれは他の 3D モデルを観察しますと、指先を赤く塗っていることが結構多いです。なのでここでもこの指先の血液を表現するためにややピンク寄りの赤を使って塗っていきましょう。まずは指先を赤く塗っていきます。次にぼかしを使ってなじませます。お好みで手首に影を入れます。こんな感じですね。次は爪をペイントします。ここでは普通の爪をペイントしましょう。爪に見せるコツとしては、縁を濃く描く、爪の半月を表現、そして艶を描けば爪っぽく見えます。完成しました。以上が手のテクスチャーペイントでした。いかがだったでしょうか。今回は手のモデリング方法、UV 展開、テクスチャーペイントについて解説しました。今回は手のモデリングを中心に話しましたが、人体そのものをモデリングしたり、人体パーツごとに解説した動画を過去に投稿しておりますので、こちらも合わせて視聴するとより人体の理解が深まるかと思います。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。